今日のイカれた偉人は岡本かの子。岡本太郎の母として知られているかの子でしたが、実はかなりぶっ飛んだお嬢様でした。まず夫と共に一人目の愛人とも同居して3人で暮らし、さらに愛人との間には2人の子供を設けます。ね、もう理解できないでしょ。1人目の愛人はかの子の元を去り、その後亡くなっています。さらに2人目の愛人はマネージャーで、3人目の愛人はエリート医師でした。そしてなんとこの愛人2人と夫と長男の5人で暮らしていたそうです。皆さんここまでついてきてますか？さらにはこの5人全員でヨーロッパ旅行にも行っています。え、そこまで美人でもないのになんでモテたのかって。どうやらお嬢様特有のプライドと独自の美意識が周囲の男性には刺さっていたようですね。かの子と愛人たちの詳しいエピソードは通常動画にてご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。ではまた。